本日の対談のお相手は本庄流家元でいらっしゃいます本庄秀太郎さんです。楽しみです。はい、それでは、整いました。本日本当に忙しい中お越しいただきました。先日も NHK の方に生番組に出られたということで、恐縮しております。本庄秀太郎さんです。ありがとうございます。こんにちは。本当にこんにちは。よろしくお願いいたします。で、今日はちょっとイタコの、ね、茨城県で勇気 を、ちょっと季節がちょっと振り切っちゃってますけれども、来させていただきました。で、こちらの方が私どもの、まあ、赤羽根共同募金じゃないんですけれどもこの締めていただいて日本の、まあ、文化伝承ということに、まあ、一緒の気持ちになろうということでネクタイをですねこれは日本の着物の生地を使いましたというオリジナル世界で一点物なんですが、これいかがでしょうか。ああ恐れ入ります。ちょっとこれを胸のところにこうやってかざしていただいて、はい、もうそんな感じで、ああ素敵、こんな感じです。素敵でございます。ありがとうございました。はい、じゃあ締めていただきますということで始めさせていただきます、うん。理想学って、はい、最後の部分はなんか理想学ってなんか理想的な感じなんですけども、うん、そういう賭け的なこともあるんですか。そうですね、若い時に、若気でいたりというのかそういうことで、まあ、理想的なという、うん、なんでしょうね。僕がその流儀を作った頃っていうのは、はい、こう古典がちょっと形骸化してるようなイメージが自分の中であって、だからそれをもっとこう現代に来てる三味線の音楽という意味で、理想という意味で理想という、はいはいはい、で僕はその理想学の理という字は人に、はい、うん、田んぼに土という意味3つに分けて自分で考えていて、それで要するに日本の要するに農耕民族というイメージを自分の中でこう捉えてて、それでそういう民族的な音楽リズム感とか、うん、そういうものをこう、取り入れた近世の三味線音楽という、普通三味線音楽っていうとどうしても、うん、すごくこう拡張を持たせると能楽を、ね、ベースにして作るとか、ね、っていうふうにして都会のものが多いじゃないですか、うんうん、はい、だからそれをそうではなくてもっとこう農耕民族のっていう、もっと広い意味で日本っていう意味で、はい、でそういうふうにして、ちょうどそれをちょっと前ぐらいに若かったので海外によく演奏で行ってて、はいはい、で向こうの民族音楽の人たちとこう触れ合った時に、うん、日本ちょっと違うよねみたいな感じがして、はい、割とだから日本の古典っていうと長唄やってる人は長唄しか知らない、うん、清元だったら清元っていう感じがあるんだけど、それをもっとこう広い意味で、うん、民族音楽という、うん、こう、見方をしたらもっとグローバルになるかなという感じを持って、うん、その理想を鳴くという、いやすごいな、もうこれで終わりにしますっていうのは確信ですよね。まさにその三味線という楽器自体が、もうそこにはこう歴史の中にこう三味線がある光景っていうのがこう浮かんでくるんですけども、うんうんうん、それをその今現在、まあ、先生がおいくつの頃かちょっとお伺いしてないんですけど、その時にこう、まあ、もっとグローバルにもうちょっとこう市民に溶け込むように、うん、これはもうだから特別なものというイメージがあったので、うん、だけどでも特別なものでなくてはいけないんだけども、うん、要するに大事なものというんですかね、ね、表現ですよね。そうです、だから実はこの間ジャンガラ節のね、はい、やっぱり三味線の方々とお話をさせていただいた時に、それもジャンガラ節っていうのがどういうふうに始まったかも含めてストーリーがあって、うん、でそのまあ農業もしくはその雪深い中とか娯楽とかいろんなキーワードの中で寄り添って生きてきた、でそれは今の若者が聞いてなんとこうなんかいいなこのビートはみたいな感じになってくるの、中でもこう外国に行ってみるといろんな音楽となんか共通点もありや、そしてなんか違うよねっていうところに日本のこうなんか、なんか日本人がこう普段生活して中でこう見失ってるというのか、
気がつかなかったみたいなことが、まあ、きっと、うん、海外行くとそういうふうに感じるんでしょうね、多分ね。そうですよね、空気感の中で、うん、やっぱり出ないとそれは感じませんよね、うん、やっぱりインターネットかなんかで見て、うん、うんってこうあの知識の中でそれを感じることはできない、うん、そうですね、うん、だからやっぱり今おっしゃった空気感とかね、うん、そういうものが一番大事なのかなと、ね、特に日本の、音楽はその空気感とか、うん、それが季節感だったりだから、そういうものにこうつながってくるので、特にあの私先生のコルタを拝聴させていただいた時に、何かね見えてこないものが見えてきちゃった、見えてないものが見えてきた、うん、その歯のありさとかいろいろこう自分で心がけてるのは、自分の中でこう完成させておかないという音楽を、うん、で舞台に乗せて聴いてもらう時にお客さんと一緒に完成させたいっていう、だからそのちょっとこう伸びしろみたいなものをいつの場合でも残しとくみたいな、なつもりでやってるんですけどね。それはもうお前なんというか本当の意味のサービスかもしれないですよね、うん、なんか一緒に作るっていう、うん、でそれをすることが多分あの今の時間に生きてる音楽、お客様そこの場所にこう、うんうん、いらしていただいて、それで僕の音を聞いていただいて、それで二人あのお客さんと一緒に作るっていうのが、うん、あのここ一回しかないわけですよね、うん、次の時はまた違うことが起こるわけだから、うん、そうすると同じあの作品を演奏しても、うん、毎回違う力を持ってるという、うんうん、それが必要かなと思って、いつもそういう心がけてるんですけど、日本の美意識かなって思うところは一期一会って、うんうんうん、なんかもうその瞬間はそこしかないないんですよ、そこだけしか、うん、で同じように聞こえてても、うんうんうん、そのそちらから来る、まあ、パワーというかオーラというか、それと自分が今ある自分とがぶつかった時に一期一会の音楽が、うんうん、その時に初めてこう完成するという、うんですね、うん、特に三味線ってあの、うん、触りっていうのがついてるんですけど、こう、はい、ピンって弾いた後にピーンこう揺れながらこうだんだんこう減衰していく、ね、ああいう時間っていうのが、例えばテントンシャンってこう弾いた時に、うん、シャーンってやった時にふわーってあの、うん、だんだんこう音が消えていくっていう中に言葉がポッとこう入ってきた時に、そう、うん、着物の柄の柄行きと同じだと思うんですけども。そうですね。